ニュースマグビです。猛威を振るう新型コロナウイルス、潜伏期間は14日間だと言われてきましたが、中国の研究者がウイルスの潜伏期間が最長で24日に及ぶと明らかにし、状況が一変しました。全国紙社会部記者によると、政府は19日以降に横浜に停泊中のクルーズ船の乗員乗客を検査して下船させることを検討しています。潜伏期間中の可能性があり、 100% 陰性と言い切れない人たちが下船してしまうことになる。そのため日本に感染爆発が起こる X デーは2月20日だと言われていますとのこと。感染は食い止められるでしょうか。ニュースマグビ